母さん、元気ですか？なかなか会えない日が続いていますが、元気にしてますか？僕は元気です。たまに母さんの料理が食べたくなります。いろいろ作ってくれましたね。一周回ってやっぱり母さんのカレーがやっぱり一番美味しいかなって思ってます。久しぶりに食べたいです。なかなかね、会うこと難しいけど、もうすぐ母の日だから感謝の気持ち伝えたいなって。こうやって練習だったらね、もうね、うまく話せるんですけど、やっぱ直接感謝の気持ちを伝えるのはちょっと恥ずかしかったりするんですよね。だったらどうしよう。そうだ、ストレッチすればいいんだってことなんですよ。もうたくちゃん感謝してるわけじゃないですか。その気持ちをストレッチに乗せればちゃんと伝えられるかもしれません。やってみましょうか。母さん、ここまで育ててくれてありがとう。僕こんな大きくなったよ。母さん、母さん、ありがとう。響くねこれはですね、しっかりと感謝の気持ちを抱えるようにして持ち上げた時に肩甲骨、背中がほぐれるんですよね。この抱えているものを母さんに向かって、ありがとう。ほら、遠くに届いてった。その頃には肩もほぐれてるっていうことなんですよね。何回も伝えれば伝えるほど肩もほぐれるかも。さあ、母の日です。やはりですね、ちゃんと言葉にしないと伝わらない、ストレッチにしないとちゃんと伝わらないかも。ちゃんとみんな最後にもう一回やっていきましょう。最後にご成長ください。母さん、ここまで大きく育ててくれて、ありがとう。いいですね。今日も元気にいきましょう。皆さんもストレッチ忘れずに。